続いてる。ちょっともう雨降った。昔そんなよく聞いたんですよね。今でもそうちゃいますか。こいつ。もうでもショックやったんですよ。憧れてますね、これ。70まで乗れるかな。せやな。鈴木はやぶさ。エンジンはね、絶対と思うよ。バリエーション結構あるね。あ、国内仕様と輸出仕様。こんなん見たの初めてだ。輸出仕様でも EU 仕様とさ、アメリ北米仕様と分かれてるから、ね、いろんなバリエーション、デザインがなぁ、ね、素敵やね。ハーレー乗ってる。これハーレーね。ハーレー。ええ子やろ。ねえ。で、よく来ます。よく来る。最近、中国とか来てくれる。わからん。平日で来ない方がいい。そうなんや。その時によるからね。ああ、お天気とかね。そうそう。ありがとうございます。めっちゃ男前やのにヘルメットで顔隠して、いやもう残念やな。段取りです。ありがとうございます。どうぞ。あの、お気をつけて。こちら、え、これからどちらまで。これからの肩まで行って、肩の向こう台まで行こうかな。なるほど、電池で帰ってくるんですね。そうです。オッケーです。ちょっと白バッチなほら見えましたんでね。あ、わかりました。はい、あの、信号黄色の辺は見とるか。これは何年モデルですか。これは15ですね。な、国内仕様。国内です。どこのマフラー入ってるんですか。これは吉村です、ね、ごめんなさい、エンジンを吹かせてもらえますか。はい、お礼です。ありがとうございます。